ドムドム港川店、ドムドムバーガーのカウンター左下より、アイスイチゴチョコクレープ、トマトチーズバーガー、エビカツバーガー、フライドポテトドムドムハンバーガーは、レンブラントホールディングスのグループ会社である、株式会社、ドムドムフードサービスが日本全国に展開するファストフードチェーン店、米軍統治下の沖縄県に1963年に開店していた A&W を除けば、 日本初のハンバーガーチェーン店である。2017年6月30日までは、大英の完全子会社であった株式、会社オレンジフードコートが運営していた。ドムドムハンバーガーの名前の由来は、旧運営会社であり、かつオレンジフードコートの親会社である大英の企業、理念、良い品をどんどん安くの、どんどんを取ったもの。しかし、どんどんは、商標登録されていたため、 ドムドムハンバーガーとなった。マークの像は、ドムゾウくんというマスコットキャラクターで、像のように親しみやすくという意味を込めて誕生した。初見県一によると、1982年までは、正面を向いて旗を持つ像のマークだったそうだ。とのこと。ドムドムフードサービスへの事業上と後の2017年9月30日に発表された新たなロゴマークにも、ドムゾウくんのマークは継承される。 大英とアメリカのマクドナルドは、双方の出資による合弁会社を設立し、日本での事業展開を計画していた。しかし、合弁会社の資本比率で、米マクドナルド側が50%ずつを主張したのに、対し、大英側、特に創業者である、中内伊佐は主導権を握れる51%以上を主張したため、この計画は破断となった。そこで、大英は、 独自の研究家でハンバーガーチェーンを展開することとなり、ドムドムハンバーガーが生まれた。1970年2月に東京都町田市の大英原町伝店前に日本初のハンバーガーショップを出展する。このために株式会社ドムドムが設立された。1980年に親会社だった大英がアメリカの大手ハンバーガーチェーンであるウェンディーズとフランチャイズ契約を結んだ際。 ウェンディーズ側は20年以内に100店舗以上ウェンディーズを出店することを大英側に要求したため大英側は大英内に入居しているドムドムハンバーガーをウェンディーズに転換することで対応したそのため株式会社ドムドムは社名を改名し株式会社ウェンコジャパンに変更したウェンコジャパンとはウェンディーエスコーポレーションジャパンを略したものであるこれにより ドムドムハンバーガーは店舗数を減らすこととなる。これ以降、社内にはドムドム事業本部とウェンディーズ事業本部が並行しておかれ、フランチャイザーでありながらフランチャイジーでもあるというあまり例のない業態の会社となる。1997年時点で店舗数は全国で355店舗だった。1997年3月にドムドム事業本部は株式会社ウェンコジャパンより、 株式会社、ダイエーファーストフーズサービスへ営業譲とされる。この時 DFFS は同時に、社名も株式会社オレンジフードコートへと変更された。ただしこの時点では、社内にドムドム事業本部とフードコート事業本部が置かれており、ドムドム事業本部の社員は株式会社ウェンコジャパンからの出向扱いだった。ただ、1998年3月には、 ドムドム事業本部とフードコート事業本部は統合された。さらに旧ドムドム出身者は、弁護ジャパンからの出向扱いから正式に、オレンジフードコート所属となり、大英内、フードコートの店舗は統合され、それぞれ店舗内のショップという扱いに変更された。1999年3月、大規模な店舗では支配人制となり、その下で、 各ショップのショップマスターが責任者という形態になる。2001年3月、再び事業部別体制となり、ドムドムは単独事業部となった。前述のような設立事情から、大英店舗内のハンバーガーショップはドムドムが出店するため、旧夜を半を引き継いだ。大英串型店などの例外を除けば、基本的にマクドナルドなどが出店することはなかった。2001年以降は、 インサイダー問題で中内勲が大英グループの経営から手を引いたため、マクドナルドなどの出店が実質上解禁となり、大英や系列店だったマルエツの店舗内にマクドナルドが出店するケースが増えている。さらに大英に残り、日本全国で展開していた店舗も大英の経営不振による多数の閉店により、ドムドムハンバーガーも一緒に撤退するケースが続出した。 2015年からはメニューに野菜を多く取り入れるなど健康志向の新業態であるディーンズバーガーに転換する店舗が出始めた。レンブラントホールディングスは2017年5月19日に子会社であるレンブラントインベストメントと新生銀行参加である新生企業投資と共同でオレンジフェードコートからドムドムハンバーガー事業を譲り受けすることを発表。レンブラントインベストメントは 同年4月27日に事業を譲り受けする新会社として株式会社ドムドムフードサービスを設立した株式会社ドムドムフードサービスは同年7月1日付でオレンジフードコートからドムドムハンバーガーの47店舗を譲り受け大英グループは47年間続けてきたドムドムハンバーガー事業から撤退したドムドムフードサービスへの事業譲渡後は メニューの見直しが図られ、2017年9月30日には新たなロゴマークと制服を発表。また、前期のディーンズバーガーからドムドムに看板を戻す店舗も出ている。甘辛チキンバーガーセット大 A グループ運営時代は、ミートバーガーをはじめ各種メニューを提供し、コーヒーはホット190円、アイス220円で飲み放題であった。ドムドムフードサービスへの事業後は、 厨房設備の老朽化などによって廃止されたメニューの復活などを行う予定。客層の高年齢化を受けて2018年からは店舗限定でカリントウマンジュを発売。レンブラントグループ加入以降はグループのホテルシェフの意見を商品開発に取り入れ、スイーツバーガーなどを新発売している。かつて厚木店ではフライドポテトのキング盛りのバケツポテトを販売。 価格は980円。なお、テイクアウトは禁止されていた。現行店舗は公式サイト、ドムドムハンバーガー店舗案内参照級、運営会社である、オレンジフードコートの母体である、イオングループの内大ー、グルメシティ、イオン、マルエツなど、商業施設のフードコートや、鉄道駅の付帯施設への出店が中心である。変わったところでは、千葉県にある、 宗教団体霊派の光の教団施設内のフードコートに出展しており、信者でなくても利用可能である。多くは直営店舗だが、フランチャイジー店もある。大英グループ運営時代には、のれん分け制度やキオスクとのフランチャイジー契約による、キオスクドムドムなどのフランチャイジー店舗も存在していた。ありがとうございます。